というわけなんだ。シノンが読んでいた書物の通りの神獣が復活し、近隣の村が被害に遭っている。それでこんな大規模な討伐隊が組まれてるわけ。まあ短期でどうにかなる相手じゃないからな。それに今回の討伐は弓使いの女の子がどうしても必要なんだ。なんでも神獣は暴走を繰り返し、死んだ乙女を求める言葉を吐きながら人々を襲っているらしい。今元いた神殿の場所へと戻っている。もう一度会いたいってことかしら。おそらくな。先発の討伐隊では女性の弓使いがいるチームしか迷いの森の奥には進めず、他は何度入っても入り口へ戻ってしまったそうだ。ゲームで言うなら条件付けされたクエストってところかしらね。そうだな。そもそもこうしたいわくつきの場所っていうのは物語としてはよくあるものだし、この世界には古くから様々な伝承や秘話が残されているものね。これはその続き。アドミニストレーターの抑止力が消えたせいで、本来ならさらに大きな物語となっていたはずのものが今動き出したとも考えられる。真相は何にせよやることは変わらないわ。敵を撃てばいいんでしょ。さすがシノンさん。よっ男前。ちょっと、私は弓使いの王と目、戦闘の腕を褒められるのはいいけど男扱いは嬉しくない。わかってるって。でも本当シノンは話が早くて助かるよ。本当、私がなんでついてきてあげたかわかってないでしょう。そりゃシノンだからだろ。何よそれ。そのまんまの意味だって。さてそろそろ仕事の時間だ。これから先のことは先発隊に説明を聞こう。森に入るとまるで誘い込んでいるかのように道が二つに分かれているんだ。どちらも行き止まりで恐ろしい魔物がいた。なんとか倒して分かれ道の場所へ戻ると三つ目の新しい道ができていた。おそらくあれが大神殿への道だ。しかし我々が怪我人の手当てをしているうちに三つ目の道はまた閉ざされてしまった。調査隊を行かせたが、あんなに苦労して倒した魔物がまた復活していたらしい。そりゃないよ。大森林の最奥の神殿は見えない力によって隠されている。悔しいが俺たちでは先まで進めそうにない。あんたらが頼りだよ。これで一通りの情報は聞けたかな。そうね、分かれ道の先の魔物を倒すと道が開ける。とにかくどちらかの道に進むしかなさそうだな。調べてみるか。よし。あんたを倒さないと道が開かないらしいの。悪いけど倒されてもらうわよ。裏切り者。は？こいつ何を喋って。楽にひねると、思うな。首を晒してやる。これって物語の中の。シノン、来るぞ。晒してやる、殺してやる、恥ずかしめてやる。裏切り者。スターバーストストリーム。
ディングが頭部ばかりだったな。シノ。はい、なんでもない。先に進みましょう。攻撃するぞ。お腹を切り裂かれるところだったわ。そこばかり狙ってきたから。キリト、俺もあと一歩足を引くのが遅かったら腹ごと下まで切り裂かれて男じゃなくなってたかも。あら、 GGO の再来ね。馴染みの姿じゃない。あの時も男だったよ。ねえキリト、私神獣と弓使いの乙女の物語を読んでいたから知っているんだけど、弓使いの乙女は人々に殺されてしまった後死体を引き裂かれているのよ。それはいただけないな。死者に鞭打つような真似なんて。きっと私たちがさっき行った場所にそれぞれ首と胴が埋められていたんだわ。死んだ後もあんな風に罵られて体を。なんでかわからないけれど私思うの。この道が開いたのは離れ離れになった乙女が愛する神獣にもう一度会うためなのよ。いえ、絶対にそう。今胴と首がつながった。これでようやく歩けるの。道が開いたのはそういうことよ。シノンの様子が変だ。弓使いの乙女に気持ちがシンクロしてるのか。弓使いの乙女を解放するような過程がキーだったってことか。そういう
システマチックなことじゃなくて、いやそうなんだけど、でも違うのよ。私変なこと言ってる。アンダーワールドは歴史とした仮想空間なのに、これはこれは魂の問題なんだって私思うの。その顔、変なこと言ってるって思ってるでしょ。まあ、思ってないよ。なんで笑うのよ。いや、嬉しくてさ。そうか、シノもそう思うか。それって俺がアンダーワールドに閉じ込められてからずっと考えてたことなんだ。ここに住まう人たちは AI だけれど、俺はどうしたってそこに魂を感じてしまう。神獣も伝説の弓使いの乙女もアリスやユージオでさえ AI だ。 AI だと魂がないのか、肉体のあるなしで魂が決まるのか。肉体なんて分解してしまえばタンパク質だ。タンパク質のデータだよ。俺も AI も突き詰めればデータだ。そこに魂が宿るかどうかは、多分その人が送ってきた人生の糧、ログ記録だと俺は思うよ。人生の記録。だから俺は言う、変だなんて思ってないよ、シノ。キリト、もしそうなら早く会わせてあげなきゃな。好き同士が離れ離れだなんて寂しいだろ。そうね。まあ状況によっては倒さないといけないけどな。それ言わないでよ。いい話をした分、自分たちが討伐隊っていうのがなんだかやるせないじゃない。そうだな。会話ができるようならまずは会話からしてみよう。神獣だってこの世界の住人なんだし、こんなことしたわけを聞いてやりたい。けど真の目的は近隣に住まう人たちの安全確保だ。神獣とは可能であれば対話、ダメならバトルしかない。分かってるわよ。センチメンタルになってらんないわ。そういうこと。背中は任せたぞ、シノン。